この街が発展するにはより多くの人口が必要になるでしょうっていう謳い文句が出たんで、しばらくご歓談ですね。はい、かしこまでございます。こいつめ、こいつやばすーごい人口減ったんじゃないっすか。うわー、ほら見てよ、荒らされたなー。人口減ったんじゃないっすかっていうかね、キャパオーバーしてんだよね多分。こいつちょっとほんと頑張って立て直そう、みんなでね。どうした？感謝の言葉を伝えたいようですよ。はい、橋の整備、あ、工場できたんだ、いいですよ。はい、聞きましょう。我々は工場の数を増やし、橋の改良に十分な資材を手にしました。我らの地に架かる新たな橋をより長い季節を耐え抜くことになるでしょう。あ、そう、なんかもう接続詞が読めなくなってんな。接続詞嫌い。神よ、あなた祝福感謝いたします。はい、何か変わりましたかね。僕の 目には同じものに見えますけど、僕の目にも同じものに見えますね。こういう見た目ではわからないところにも人間たちが頑張って編み出した生きる工夫が詰まっているんですね。いいこと言うじゃん、たまには。橋の整備クリアいたしました。はい、ダニエラの経験の書を手に入れて、このイケメンは僕でございますね。さあ、ちょっとイベント起きて、困ってる、そう困ってたよ今。どうした暗い音楽。お神よ、我々は神より授かったこの地を守り、ウルフ・ゼッペリンの要求へ抗う決意をいたしました。そうね、その方がいいと思うよ。その意思を示すべく、これより次なる魔物の末と向かいます。はい、お願いです、考え直してください。ちょっと待って、意思疎通できてないな。ダニエラ、ほら泣いちゃったよ奥さん。君が我らを心配してくれるのはわかる。だが我々にとって命と同じくらい生まれ育ったこの土地が大切なのだ。そうだよ。やっぱ故郷は大切だよ、ダニエラさん。気乗りじゃないのもわかるけどね、優しくしてくれた住人たちがね、抵抗虚しく壊されてしまうのを見てられないよね。抵抗虚しくって言って次のイベントが抵抗でしたね。因果なもんだな。よし、やっていくか。ここですよね。こうやってやっていけばいいのかな。ではよしよし、早速ね。はい、自分たちの力で魔物の巣の口を開いたようですよ。巣の奥には魔物の発言機が見えます。目がいいですからね、天使さん。私が、壊す、地上へ向かおう。怒り訳しました。訳しました。さあ突入しましょう。もうテキパキ行きましょう。もう剣を振り回したくてしょうがないんですから、最近は。さあ神がね、魔物の巣へ降り立ちましたよ。さあやっていきましょう。どんな巣なんだここは。こいつへちょっと倒していきましょう。はい、オッケー。次はここを壊す。お、いっぱい痛い、いっぱい宝石を落としましたよ。よいしょ。ちょっとこいつ許さん、こいつを許さんね、こいつは許さない。これを倒していく。この魔物の巣は大したことないんじゃないかな。よいしょー。はい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 、あーやばい、はい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 。ここならリズムゲーですよ、リズムゲー。よーし、倒した。特に何の見せ場もなかったな、ぐるっと一周しただけだ。いいぞ、オッケーオッケー。でも大丈夫、順調ですよ、順調。横ジョンさんは魔物の巣を封印したことで人間たちは魔物に抗う力を得たようですというね、謳い文句も聞いたところで、これからより多くの砦をね、建築できるようになるでしょうってね。知ってる知ってる。神よ、魔物の巣が封じられました。
神を起こしたもうた奇跡に感謝いたします。いいってことよ。どうした、また監視音楽。ああ、こいつか、ウルフ・ゼッペリン。ああ、なんと愚かな、私の慈悲深い警告を無視するとは。うん、貴様らの土地への執着はよくわかった。ではこうすることとしよう。何、和解。貴様らブラッドプールの民は今後土地に生き続ける限り永久に私へ生贄を差し出すのだ。なんだそれは、生贄って。たったそれだけで愛する土地にとどまり続けることが叶う。実に安い犠牲であろう。なしで。次に私が訪れるまでに今回の贄を誰にするか決めておこうだな。一人しか無理だわ。あのテディってやつがいるんだけど、そいつしか無理だな。一回こっきりだよな、生贄っていうイケメンは僕。あ、文化レベル上がったな。魔物の巣を順調に封じて地上の魔物の数も減ってきましたね。うん。ですが気をつけてください。生き残りが身を寄せ合って群れを成しているみたいです。これまたフィルモアでも聞いたな。今後はあいつらの襲撃に目を光らせておいたが良さそうですよ。うん、はい、わかりました。あー、そっか。うわ、なんだ、どうした、泣いてるじゃん。すぐに泣いてるじゃん。ウルセペに生贄を捧げるか、ブラッドポールの土地を去るか。うん。あ、神、我々一体どちらを選択すべきなのでしょうか。第三の道があるよ。ウルフ・ゼッペリンを倒すっていうね、土地をシャリましょう、シャリましょうって言っちゃった。そうすれば誰も気づくことはありません。皆はすぐに納得しないだろう。まあ揉めてるな。民の中にはダニエラ、お前を生贄に捧げるべきだという意見もあるのだ。なんだそれ、ダメだよ。ちょっとそれ今なんで言ったの、お父さん。うん、僕もこの土地を去りたくなんかないな。だからここは生贄を出すことにしようよ。どうした、なんテディ、ついに自ら。もうテディ、あなたまで何をって言っても、ほら、そりゃそうだよ、君が行くんでしょ。でも誰も自分だけは生贄になんてなりたくないだろ。だからほら、くじを用意したんだ。ああ、そういうこと、ナイスアイディアじゃん、テディ。これで誰が選ばれても恨みっこなし。ブラッドボールの皆の安全のためにたった一人だけが犠牲になる。それしかないのかもな。ちょっと、だからさ。ああ、そんなって。よし、決まりだね。さあ、みんな、このくじを引いて。多数の安寧のため、安寧でいいのかな？安寧のため一人を犠牲にする。それが人間たちの選択というわけですね。あ、今、くじ引きの結果が出たですよ。あれは？ああ、テディ。なんてことだ。お前が生贄になってしまうと。おーっと、待って、当たっちゃった。ごめん。僕がそのくじを操作した形になったな。神の言ってたことが誠になった。いや、待って、違う。こいつ、やりやがった。違うわ。鳥は当たった。てめえ、細工したな。ああ、自分で作ったハズレくじを自分で引いちゃうなんてな。これじゃあさすがに文句も言えないや。こいつまさか？ほら、やっぱり。出て。まさかあなた最初からこのつもりで。はあ、何言ってるんだよ。これはくじの姿を借りて神様が決めたことだ。まあ、なんとも言えんな。そう言っちゃってたからな、僕な。神様は君が生き残るべきだって言った。だってダニエラ、君の魔法は本当にすごいんだ。だからもっと自信を持ってよ。それでこれからも僕の故郷を守ってくれると嬉しいな。これからなんて、だってそんな風に生き残ってもその町にはテディがいないじゃない。うん、イチャコキ許そう。うん、許す。いいよ。生贄となるものは決まったが、別れの言葉は告げ終えたか。夫婦では教えてもらおうか。私に捧げる生贄のありかでいいのかな。ありかを誰も差し出しません。なんだと。このブラッドプールから誰一人お前のために犠牲となるものは出しません。まさかこの流れは。
そのためなら私、お前とは戦います。来たぞ、ほら。あの光はもしかして。うん、見た見た。ほら、出てきたよ。欠席でしょ、欠席。いや、光るなぁ。うお、眩しい。ほら、青いなぁ。なんだこれ。英氏の宝玉でいいのかな。ダニエラは、西玉の英雄だったんですよ。うん、知ってましたけど。私が英雄？びっくりした？うん。なんか決まってるみたいだよ。英雄だと、ふん、くだらない。そのような儚い希望。今ここでついえさせてくれるわ。魔物の群れだ。それも今までにないほど大群の。そうなの？みんな戦おう。手で。大丈夫。きっと勝てるよ。何せこっちは大魔法使いダニエラがいるんだ。あと神もな。忘れんなよ。この町は私が守る。戦って勝ちましょう。うん、勝とう。サグッと行こう、サグッと。な。犠牲と強さ。すごい、ちょっと待って。敗北条件いっぱいあるな。あ、同じか。大型ローバルって誰？どちら様？何これ？ちょっと、待って、すぐにはいけんな。すぐにはいけない。ごめんごめん。ちょっと本当に、一回、整理させよう。うん。気持ちと、あと、村を、ね。では、砦をちょっとね、立って、出ていきましょうって言ったと矢先、神をブラッドプールに働き手が増え、新たな作物、米の栽培が始まりました。米？新しい食料の生産技術で我らの町はさらなる発展を遂げていくでしょう。あ、発展を遂げていくでしょうか。あ、え、何？米の技術は他の地域でも多くの人々の役に立つことでしょう。どうかお納めください。マジか、米か。いいね、米の技術賞。うん、いいじゃない。カレー食べられるね、やっと。美味しく。ほら、リンゴもあるし。あと蜂蜜だな、必要なのは。あ、違う、そんなカレーの話に夢中になってて、ちょっと違う。もう砦の強化していかないとね。作っていかなきゃいけませんよね。ん？おう、神よ。フィルモアには米を作る技術がないことを噂で聞きました。あー、そういえばなかったような気がしますよね。我々はフィルモアとつながった道をたどり、米を作る技術を伝えようと思います。あー、いいことじゃない？交流だ。この技術により、隣町のフィルモアがさらに発展することを祈ります。わあ、米のことが話題になってるのに、もう噛みまくりですね、神は。ああ。まったく、噛みすぎだぜ。え、フィルモア行ってみたりとかするのかな？行けない。ちょっと、天使ちゃん、頑張って、隣だよ。行けないんだ。わざわざ天空城から行くのもめんどくさいな。ヒロト。ヒロトが来いよ、そんな。でも行ってみます？ちょっと。なんか変わってるかもしんないんで。しょうがないな。じゃあ、ブラッドプールからフィルモアにちょっと移動してみますか。米がなんちゃらって言ってましたからね。フィルモアの地に降り立ちます。戻ってきましたよ、神様が。ちゃんとやってるか？サボってたりしたら許さんぞ、フィルモア。はい。はい、米の、なんだ？あ、これやっぱり、うん。米の技術書。伝わったんですね。で、どうなんの？米の技術書がフィルモアに伝わったけど、何も起こらないのかな。フィロト、お米食べてる？ねえ。チャーハンとか、カレーとかさ。ねえ。リゾットとか。美味しいよね。あれ？これだけかな？死んで行ってみるか。今は私たちからの祈りはございません。そうなの？もう、
こうして暮らしていけるのも神様が見守ってくださるおかげです。ごめんね、久々に来たんだ。うん。何もないんですね。じゃあこれだけなのかな？あ、なんだ？突然ですが、フィロマの人間たちは何か伝えたいことがあるようですよ。やっぱりあるんかい？なんだこれは？ちょっと待って。あれ？越したはずですよね。あら？ああ、はいはい。越してからも、クエストが発生するんですね。うん。進行度が上がるようなクエストがどんどん発生して、神のレベルが上げられるんですね。なるほど。まあ、でもこれは最後というか、どうなのかな。今はブラッドプールをね、救わなきゃいけないので、もろもろ終わってからにしましょうか。プラスアロハは、ね。うん、そうしましょう。今はちょっと、この後日談みたいのは後にしましょうか。ね。じゃあ、ブラッドプールに戻りまーす。ん？資源を回収しよう。せっかくなんでね。まだ出るの？すごいな、フィルモアの生産力。よしよし、帰ってきましたよ、ブラッドプールに。はい。ちゃんとね、米がね、伝わってましたよ。うん。フィルモアにも。ではでは、どんどんね、開拓をして、クエストを進めていきましょうね。砦の強化をしていきましょうか。ここ、3にして、あ、足りんなぁ。この辺あんまり役に立たなかったんだよな。ちょっと移動させるか。違う、移動、砦の移動よ、移動。そうそう、これ。砦を移動させましょう。はい。どうしようかな。あんまり被んないところがいいですよね。どうしようかな。ん？なんだ？急に紫色になった。なにこれ。なに急に紫色。どうした？何が起きてんのこれ。え？なにちょっと待って、ほんと怖い。なんで急に、ごめんなさい。急に紫色になった。時間かかりすぎてるよみたいな。警告か。おお、なんだ、勝手に始まった。勝手に始まるんだ。そうなの？もう。え、奇襲、何それ奇襲。突然魔王の群れが奇襲攻撃を仕掛けてくることがあります。我慢できずに？もう、出現する魔王は神殿ではなく、町の建物や砦を破壊すべく行動します。もう、やめてそれ。奇襲での勝敗。この戦闘では敗北することはありません。そうなんだ。ただし、魔物を倒さなかった場合、町の建物や砦への被害が拡大してしまうため、早めの対処が必要です。本当に？もう心の準備とかできてないよ。砦や味方ユニット、奇跡を駆使して魔物の撃破を目指しましょうとありますけれども、わかりました。はい、かしこまです。やってみよう。じゃあ、どこ奇襲？そうだ、奇襲でしょ。奇襲の場合もセットするんだよね、これね。とこと、急にだもんな。そんなのあるんだ。びっくりしたな。びっくりしたもんだ。汗かいちゃったもん、なんか。あ、英雄召喚できますね。ヒロトも一応召喚しよっか。うん、しょうがない。じゃあ、ここにヒロちゃんを召喚しといて。いやー、すごいなー。ちょっと、それ、ごめんなさい。ボコボコにされてるよ。田畑がボコボコにされてる。ちょっと待って、ダニエラさんをこっちにやりますか。あ、ボコボコ、もう終わっちゃったよ。なんだよ。こいつら。あ、倒した。もう、畑ぶっ壊されて。あ、帰還ってのもあるんだね。はい、逃走帰還された。魔物の数みたいなのもある。全滅させた、とりあえず。ああ、経験の書ゲットね。はい。いやー、びっくりした。そんなこともあるんだね。はい。これで取り手は全部カンストしましたね。OK でございます。じゃあ、
準備が整ったところで早速行くか。セーブする？セーブなんかするか。ああ、こっちもたぎってるんだよ。うん、祈りをお聞きください。うん、聞いてあげるよ。犠牲と強さでしょ、やれってね。そのために頑張ってきたみたいなところあるし。大型ローバルの撃破やります。経験の書を使います。危ない危ない。今経験の書を使う前に行くとこだった。おーすげえ、何やら2つ上がったな。オッケーですね。じゃあやりましょう。はい、大型ローバルの撃破いたします。サクサクってやっていきましょうよね。なんか音が違う、怖いぞ。じゃあダニエラさんを移動させましょうか。上から来るのか。ああ、そうね、はいはい。まあ、ダニエラさんを移動させ、うん、なんだなんだ。ホコジョン様、古城の方から巨大な翼を持った赤い魔物が現れ、上空から砦に侵攻を始めました。あの巨大な魔物は危険です。なんとかしてやつを迎え撃ちましょう。うん、そのつもり。あれがローバルか。そうなの。ちょっと待って、ダニエラさん、ダニエラさん行こう。これか、でかいな。もう来たのか、早いぞ。ちょっと待って、はい、ダニエラさんここに来てもらって。すごいな、ちょっと待って、砦ボコボコにされてない、もうすでに。やばい、すげえ強い、すごい。砦が壊れちゃう。頑張ってダニエラさん。待って待って、分かった、危なかった今一瞬。待って、すごいぞ。やばい、うわ、ぼっこされた。やべえ、すげえ強い。ちょっと、ヒロト、やばい、やばい。うわ、すごいぞ。ダニエラさん、待ていすごい強い。本当に危険だわ。やばい。あ、忘れてた。防衛策。忘れてた。しまった。もう、気を取られてた。そして適当に、本当に適当につけちゃう神。ヒロト召喚しよう。早く召喚して。ヒロト、ここに来れる？ヒロト。ちょっと奇襲しろ。ヒロト、奇襲しろ。いきなり現れろ。やれ、そう、やれ、頑張れ。ちょっと待って、またぶっ壊されちゃう。またぶっ壊されちゃった、砦が。砦めっちゃいかれんな、これ。ちょっと待って。ヒロちゃんをまずこっちにやって、ヒロちゃんこっち、ダニエラさんじゃないとね、対応できないんですよ。この赤い。こう、すごい攻撃力。わかります？グイーンと減るんだよ。こいつの一撃が重いんだ。やばい。ちょっと、アップルちょうだい。そう、アップル取ると砦もちょっと回復するから。アップルが足んないよ、村人、アップル。村人？やばい。ちょっと待って、ちょっと防衛策なんかもいらないから。ちょっと、何、まさか嘘でしょ。ダニエラさんが戦闘不能になった。魔物を倒しきれない場合、砦を強化することで撃退しやすくなる。いや、もう乾燥してんすよ、砦。再挑戦しますか。嘘でしょ、これ。もう一回いける、これ。いけるかな。何が違ったんだろう。まず落ち着いて、こうですよ、防衛策ね。防衛策で固めましょうよ。で、こっちの方から、大型ローバル来るから、ただ減らないんですよね。これ、運任せになるぞ、これ。アップルの数で決まるぞ、これ。ちょ、この辺。この辺大丈夫？ちょっと動揺して。この辺もやっておいて、この辺もかな。とりあえず使い切ろう。で、ダニエラさんをローバルの方に。ダニエラさん、一定の遅さが命取りになるから、この辺に来てもらう。大型ローバルが来る。はい。あれ来ない？大型ローバル。来ますよね。はい。
はい、古城の方からでっかいでっかい太いやつが来ると、やつを迎え撃ちましょう。はい、わかりました。これね、これこれこれ、待って、わかった。一応念のため一回出とくか。一回ね、当てといて。ちょっと待って、まだ早い、まだ早い。アップル取るのまだ早い。アップルはちょっと早い。ちょっとちょこちょこやらなきゃダメか。やれやれやれ。オッケーオッケー、よしいいぞ。ちょっと待って待って待って、よし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 、こうやっていく。うおー、グイーンといったね。あなた強いなー。よ、取る。このタイミング、アップルアップル。ちょっと住人たち、アップルちょうだい。ヒロちゃん召喚したいけど、ちょっと待ってね。ヒロちゃん召喚、ここに召喚する。住人たち、アップル作ってくれる。ちょっともうやばいぞ。アップルないと、アップルないとやばいって。ここ、ここ攻撃する。どんどん行く。どんどん行く。いやー、壊れたー、もう。待て待て待て。待て。ダニエラさん、ダニエラさんをヒロちゃんこっちに、ダニエラさんをこっちにやる。ちょっとポーションか。ポーションでもいいけど、アップル欲しいなー。ちょっと待ってくださいよ。やばいやばいやばい、アップル欲しいな。うわー、やられたー、がっちりかれたなー。やばいやばい、ちょっと倒そう倒そう。ちょっと一回ダニエラさん、ダニエラさん、ダニエラさん、ダニエラさん。ヒロちゃん暇してるね。ヒロちゃん、ヒロちゃん暇してる。ヒロさんが暇してる。こっち来てもらう。防衛策ある。ポーション取る。神が撃つ、神が撃つ。もうちょっとじゃない、ちょっと。あ、ばあ、すごいぞ。もうほんとんでもないぞ、こいつ。待ってね、待って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 、いい、こっち。あとは、これか、大丈夫。はいはい。もう倒せんじゃない、ちょっと待って、待って。ダニちゃん、ダニちゃん、ダニちゃん、ダニちゃんってちょっとやだな。ダニエラさん、ダニエラさん、倒しよう、倒しよう。後ろから狙って倒しよう。ちょっと、うわ、もう何が何だかわからん。倒しちゃって、ローバル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 、すごい、すごい。あと少し、あと少し。ちょっと景気づけ、景気づけいく？景気づけ、景気づけ、足りない。足りない。こいつ、ちょ、倒そう倒そう、早く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 。うわー、もう、遅だだだだ。え？あれ？頭だけやればいいのか。あぶね、ギリよかったー。また負けたかと思った。勝った。ふぅ。こういう勝ち方もあるんだね。早い早い、みんなちょっと勝利の余韻に浸してよ。もう話しちゃってるよ。あの、私勝手にあんなこと言ってしまってすいませんでした。いいんだよ。あんなことってなんだっけ？何言ったの？あ、逃げましょうみたいなこと言ったんだっけ？うん。ですが、神の名に誓います。私はもう逃げません。うん。うん。そうね。頑張ろう。一緒に頑張ろう。私の持てる魔法の力すべてを使って皆さんを絶対に守ります。だから感謝こそすれ、あなたを責める者はここにはいない。そうね、笑ってんな、みんな。やっぱり民の笑顔だよな。ダニエラ、そしてテデ、一時でも生贄のことを考えた弱い我らを許してくれ。我々は土地も、民の命も諦めない。どうか力を貸してくれ。共に戦おう。そう、一緒にね、一緒に戦ろう、戦ろうって。もう神はもう動揺しっぱなしだよ。この器用なダニエラが英雄だったなんて驚いちゃいましたね。ああ、そうね、英雄だったんだよね。驚きはしないかな。決まってるみたいだからね、なんかね。ふぐ、本当に私も同じ気持ちです。少し前の自分だったら受け入れられず耳を閉ざしたことでしょう。自信がなかっただけだもんね。ですが今は私にみんなを守る力があるのだと信じたい。だから私は英雄だというその言葉を胸に戦います。偉いね、犠牲と強さ。イケメンは僕ね、汗びっしょりだけどね。水も滴るか。さあ、大型ローバル倒してね、ボコボコ。ちょ待って、砦がすごい減ってる。めちゃめちゃ減って、じゃあなんだ、砦を建てようと思った矢先を、神を、湖の北東に位置する黒き森より翼を持つ魔物が現れました。あのでけえやつ？ローバルだっけ？おそらくあれも
古城の主ウーフ・ゼッペリンの放った刺客なのでしょう。なるほど。その魔物は空を自由に飛び回り、はい、地上からではとても太刀打ちできません。うん、そのようでしたね。神よ、我らはあの魔物に食われる日をただ待つことしかできないのでしょうか。食らわれる日って、うん、そうですよね、本当にね。何味なんだろうな。これって要するに僕の出番ということでしょうか。いや、僕っていうか神じゃない。うん、仕方がないですね。僕の弓の腕を振るってその孤尺な魔物を退治してやるとしますか。お前できんの。え、上空から魔物どもが町に向かってきています。え、あいつらは僕の矢で退治してやります。うん、やりますよ。さあかかってこい。はい、なになに、え、あ、また来るの。あ、ほんと来たな。すごいぞ。いや、だ、すごい来てる。やばい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 。こいつら。いきなりシューティングゲームが始まったよ。なんだよ。もう、民はやらせはせん。食らわせはせんぞ、民を。こいつ。何味なんだって。ちょっと、黒いだろ。やめろ。そんなの。こいつら。やめろ、こいつ。こいつ。よし、危ねえ。翼を持つ恐ろしい魔物がブラッドプールの空から消え去りました。早いな。神よ、あなたがお守りくださったのですね。うん、そう、一心不乱に矢を放ったよ。ご主人様、僕が頑張ったおかげで人間たちが守られたんですよ。うん、はい、どうですか、偉いでしょう。褒めてください。はい、偉いです。褒めます。あー、もうクリアしたんだ。なんだ、ぼーっとしてた。このイケメンは僕。いやー、あー、もう早い。もう本当に一息つく暇もない。お、神よ、息子テディがまたいない。またいない。もうほっとこう。あの詐欺師ねえ、ここまでの一件ですっかり大人になったと見直していたのに、あのこと来たら、またなんか悪だくみしてんじゃないですか。くじに嫌がらせして。な、どうしたダニエラ。何、西の方に不自然に魔物の集まっている場所があります。ああ、探知してたのね。戦士様、そこにテディの姿はありませんか。え、なんで僕が。ああ、目がいいからね。私の力では魔物の気配を探るのが精一杯なのです。ですが天使様のお力であれば。全く仕方がないですね。どれどれ、いた。ああ、確かに西の洞窟にテディがいます。あの子は魔物に囲まれて身動きが取れなくなっているようですね。またかよ、あいつ本当に世話の焼けるな。天使様、ありがとうございます。皆さん、魔物に囲まれたテディを助けるために私が魔力を放って魔物をこちらへ引きつけます。どうか一緒に戦ってください。そんなのやるの？また始まんのか。あ、氷の魔法。え？うわ、テディは割とあれだけど、氷の魔法は気になりますね。受注する？じゃあ。あ、待って待って、危ない。そうそう、違う、そうだ。魔物のあれが始まるんでしょ？更新みたいのが。僕、あの砦を壊されたまんまでしたよ。うん、砦をね。うわー、もうなくなっちゃったな。せっかくもうレベル3にしたのにな。どの辺にありましたっけ。この辺にあったんだよね、確かね。なんかこだわりを持って立ってたのにな。位置忘れちゃったな。ここだっけ。あと2個。2個もやられたの、あと。嘘でしょ。そんなやられた？あれ、どこにあったっけな？この辺だっけな？この辺にありましたね、確かね。資材不足。嘘。もうまた資材を集めるの？いや、待って、もしかして。レベル1だ。また乾燥させなきゃいけないの？
もう、大型ローデル。結構長かったんだぜ、あれ。ローデルでしたっけ？あの大型の魔物の名前。やってくれたなぁ。私材貯めなきゃいけないなぁ。あ、偉いなぁ。